棚卸資産の評価方法、移動平均法。おはようございます、マサルです。今回は棚卸資産の評価方法の一つ、移動平均法について一緒に勉強していきます。早速今回の問題に挑戦してみてください。 IT パスポート平成29年春、問い32。ある商品の4月の仕入れと売上が表の通りであるとき、移動平均法による4月末の商品の棚卸評価額は何円か。移動平均法とは、仕入れの都度在庫商品の平均単価を算出し、棚卸評価額の計算には直前の在庫商品の平均単価を用いる方法である。あ、1280円、い、1300円、う、1400円、え、1500円。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解はう、1400円が正解です。それでは棚卸評価について説明していきます。棚卸評価とは、決算や毎月の損益を計算するために在庫として存在している商品を金額にして算出することを言います。在庫については説明する必要はありませんよね。企業が販売するために保有している商品などのことを在庫と言います。在庫を難しい言葉で言い換えると棚卸資産と言います。つまり棚卸資産の評価とは、今どれくらい在庫があるのかを計算するということです。棚卸資産の評価方法は大きく移動平均法と先入れ先出し法に分かれます。今回は移動平均法による棚卸資産の評価方法を勉強していきます。それでは移動平均法について勉強していきましょう。移動平均法とは、仕入れのたびに在庫商品の平均単価を計算して評価する方法です。今回の問題で出てきたこちらの表を使って移動平均法を勉強していきましょう。表は一見複雑に見えますが、1行ずつ見ていけばそんなに難しいことは書いていません。それでは最初の1行を見ていきましょう。まずは4月1日に繰越分が記載されています。おそらく3月末が期末で、4月から新しい期が始まるので繰越という表現になっているのだと思います。前期からの繰越分として商品が100個、それぞれの仕入れ単価は10円なので、在庫の商品が1000円分あるということを表しています。この時点で在庫は平均単価10円のものが100個あるので、1000円分の在庫があることを表しています。それでは次の行を見ていきましょう。次の行は4月8日仕入れの行です。商品を100個仕入れて仕入れ単価は14円でした。合計は1400円です。この情報をこれまでの在庫の情報と組み合わせましょう。在庫は合わせて200個です。平均単価は12円となり、在庫の合計が2400円になっています。では次の行を見ていきます。4月18日は売上の量です。在庫の中から商品が150個売れたようです。ここで網掛けがされていますが、150個売れた時の単価は直前の在庫の平均単価です。つまり12円が単価です。150個平均単価12円のものが売れたので、合計1800円分の在庫が売れたことになります。残りの在庫は50個、平均単価は12円なので、合計は600円分の在庫が残っています。では次の行に行きましょう。4月29日は仕入れの行です。50個単価16円で仕入れて合計800円でした。この結果を踏まえて在庫を更新しましょう。在庫は仕入れをする前の50個と今回の50個を合わせて100個、そして合計金額は800円と600円を合わせて1400円になります。100個で1400円なので、平均単価は14円になりますね。このように仕入れのたびに在庫商品の平均単価を計算して評価する方法を移動平均法と言います。それでは今回の問題見直してみましょう。ある商品の4月の仕入れと売上が表の通りであるとき、移動平均法による4月末の商品の棚卸評価額は何円か。移動平均法とは、仕入れの都度在庫商品の平均単価を算出し、棚卸評価額の計算には直前の在庫商品の平均単価を用いる方法である。正解はうの1400円です。表は一見複雑に見えるかもしれませんが、
一行一行が何を表しているのかが分かれば正解を導くことができます。それでは棚卸し評価に関する別の問題にも挑戦してみてください。 IT パスポート平成28年春問い19。小売業を営むある企業の当期の売上高は1500万円、商品仕入れ高は1000万円であった。機種の商品棚卸し高が100万円、期末の商品棚卸し高が200万円であるとき、当期の売上総利益は何万円か。あ200万円、い400万円、う500万円、え600万円。それでは正解の発表です。正解はえの600万円です。まずは売上総利益とは何のことか思い出していきましょう。売上総利益というのは損益計算書の中で出てきた言葉でしたね。売上総利益とは売上高から売上原価を引いた金額です。この損益計算書の場合は3000万円売上で、その中の原価は2000万円なので売上総利益は1000万円です。なおここでは売上原価の考え方が大切です。今回の問題は適切な販売数を求めて売上原価を算出できるかを問う問題でした。それでは今回の問題を一緒に見ていきましょう。まず当期の売上高が1500万円です。売上高の1500万円から売上原価を引けば、今回の答えである売上総利益を算出することができます。そこで売上原価を計算しましょう。売上原価は実際の販売のためにかかった原価です。その期間の最初にあった機種の棚卸高と当期中に仕入れた金額を足すと1100万円になります。そこから期末に残っていた商品棚卸高200万円を引くと、実際に販売に利用された原価がわかります。つまり900万円が実際の仕入れにかかった原価であるということがわかります。売上原価がわかればあとは簡単です。売上高の1500万円から売上原価900万円を引いて、残った600万円が売上総利益です。それでは問題を見直しましょう。小売業を営むある企業の当期の売上高は1500万円、商品の仕入れ高は1000万円であった。機種の商品棚卸高が100万円、期末の商品棚卸高が200万円であるとき、当期の売上総利益は何万円か。正解は A の600万円です。売上総利益は売上高引く売上原価で計算することができます。売上原価がいくらなのかは商品棚卸高から計算することができます。落ち着いて計算して売上原価を求めてみてください。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。皆さんは起業家ホリエモンが考える起業してほぼ確実に成功する方法というものを知っていますか？ホリエモンは自分の好きな商売ではなく、確実にうまくいく商売から始めた方がいいと言っています。ホリエモンが言うほぼ確実にうまくいく商売とは、利益率の高い商売、在庫を持たない商売、定期的に一定額の収入が入ってくる商売、資本ゼロあるいは小資本で始められる商売、この4つの商売だと言っています。 IT パスポートを勉強するだけでもホリエモンが何を言いたいのか少し分かってきますよね。できるだけ利益率が高い商品を扱って、ソフトウェアをインターネットで販売するように、在庫を持たなくても良い商売にして、サブスクリプションのように定期的に収入が入ってきて、少ない金額から始められる商売だとほぼ確実に成功できると言っています。これは逆に考えてほぼ失敗しない商売とも言えますよね。資本が大量に必要で在庫を持たなくてはいけないような商売は失敗した時のリスクが高いです。ホリエモンのこういう考え方もとても勉強になりますよね。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成29年春問い32。ある商品の4月の仕入れと売上が表の通りであるとき、移動平均法による4月末の商品の棚卸評価額は何円か。移動平均法とは仕入れの都度在庫商品の平均単価を算出し、棚卸評価額の計算には直前の在庫商品の平均単価を用いる方法である。正解はう1400円です。次の問題。 IT パスポート平成28年春問い19。小売業を営むある企業の当期の売上高は1500万円、
商品仕入れ高は1000万円であった。機種の商品棚卸高が100万円、期末の商品棚卸高が200万円であるとき、当期の売上総利益は何万円か。正解は A600 万円です。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえるととても嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。